進撃の巨人アタックオンタイタンエンドオブザワールド、本日の登壇者の皆様です。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、三浦春馬です。本日はお忙しい中、こうしてお時間を割いていただきまして、この会場に、お越しくださいました。本当にありがとうございます。いよいよ初日を迎えることができました。本当に感謝をしています。今日は短い時間ですけれども、楽しい時間になればと思っています。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。今回ね、進撃の巨人でかなりの番宣の数をさせていただいたんですけれども、いろんなバラエティーさん、そして地方公演のそのキャンペーン回らせていただいて、いろんな話だったりとかできるようになったんですね。でそれって何が一番の大きな要因っていうか原因だったのかなっていうふうに考えると、やっぱりこう自分っていうことよりも、今はこんなにいろんな経験をさせていただいた進撃の巨人、そしてたくさんのことを学ばせてくれた進撃の巨人をもっとより多くの人に届けたいなっていうふうに心から思えたんだと思うんです。なので本当に本当に見てほしいっていうことを前のめりに、まず自分のルールとしてそこに決め込んで、バラエティだったりとか宣伝活動をさせてもらうようになってからは、とてもなんだろう、自分ということよりもなんかその番宣や見てほしいっていう気持ちや行動を純粋に楽しめるようになったのかなっていうふうに思ったので、昔よりかはとてもそういった壁は壊せてるのかなっていうふうには思いました。監督嬉しいですね。感無量と監督申し上げております。で今三浦春馬さんがお話ししたことでちょっと振り返ろうと思うことがあるんですが、前編の初日に三浦春馬さんはこうおっしゃいました。私たちからの質問で、今この夏一番駆逐したいものは、もしくは破りたい壁、破れない壁は何ですかという質問に対して、この夏自分の怠ける心を駆逐して進撃の巨人の宣伝活動を頑張りたいというふうにおっしゃっておりましたよね。で、はいはい、なんと本日その結果が出ておりますので発表したいと思います。何の結果ですか。はい、詳しくいきたいと思います。まず7月からのワールドプレミアやジャパンプレミアなどのイベント、そして8月からは地方キャンペーンなどで多くの映画館で舞台挨拶にご登壇されましたが、その舞台挨拶、今回のも入れてですよ、回数はなんと58回になります。はい、すごい、58回。直接会ったお客さんの数はなんと約27,000人。はい、さらにあります。そのイベントやキャンペーンで移動した距離なんですけれども、こちらがなんと32,000キロ。これ分かりづらいかもしれませんけれども、地球を約4分の3周しております。あ、惜しいな。で、あとちょっとで一周だったのに。そうなんですよ。でね、劇中の巨大か大型の、巨大型の巨人いますよね。その大きさで換算しますと26万体分の距離という。26万体。はい、そうなんです。で、テレビ出演、雑誌インタビューなどの宣伝活動、その収録数、取材媒体数ですが、これはなんと261媒体になります。すごいです。すごいのかな、それって。はい、ありがとうございます。すごいです。もちろん三浦春馬さんお一人ではやっぱりね、なかなか巨人は倒せないということで、水原希子さんですとか本郷奏太さんですとか石原さとみさん、こちらにいらっしゃるですね、仲間の兵士さん、皆さんいろいろと頑張っていただきまして、総トータルではなんと402媒体という驚異の取材数になりました。ね、本当に座長として三浦春馬さんは進撃の巨人の宣伝活動にご尽力されました。はい、まあ三浦春馬さんご自身のね、壁を一つ本当に超えたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか三浦さん。いやもうでも、なんだろう、やっぱりその宣伝活動もとても楽しんでさせていただいたので、東方の宣伝チームがすごく盛り上げてもくれましたし、いろんないい宣伝を組んでくださったっていうことはとても大きな
うん、理由だし、その結果だと思ってもいますし、僕一人じゃなくてやっぱりカナダ君、あと水原さん、あと石原さんと各地回らせてもらったりとかしましたので、本当になんかこうみんなが一生懸命見てほしいっていう気持ちを前面に出して活動した結果だなっていうふうに思います。はい、本日は本当にありがとうございます。お集まりくださいまして本当に本当にありがとうございます。うまく言えるかわからないんですけども、本日をもって、僕はこの進撃の巨人のキャンペーンっていうのは幕を閉じるんですけれども、なんかこうすごく実は寂しい気持ちでいっぱいです。さっき悟りさんからもたくさんのね、その番宣の数だったりとかを教えていただきましたけれども、その中でやはり楽しい時間もたくさんあったし、なぜこんなに悲しいかっていうと、やはりこの進撃の巨人の実写版に関わるということでとても大きなプレッシャーはあったと思うんです。ただその中でやはりたくさんいろんなことも学ばせてもらいましたし、いろんなことを考え、いろんなことを感じて今まで過ごしてきました。そんな中やはりとても支えてくれたのはこの本郷奏太君、そして水原希子ちゃんの同世代のこの2人がとってもとっても支えてくれたなっていうふうに共演者の中では思ってます。もちろん他のキャストさんにもたくさんいろいろお世話になって支えてもらってっていうふうに思ってますけども、そして、そうですね、スタッフの皆さんも本当に本当に多くの時間を僕たちに割いてくださいまして、もちろん作品にもとても多くの時間を割いてくださいました。この映画はとても大迫力の映像でお届けしていますが、とても繊細に作り上げています。現場でもそうですし、そして VFX 特撮の融合っていうのは本当に本当に多くの時間がかかっています。そのスタッフの皆さんのやはり力というものを本当に一人でも多くの方に届けていきたい、僕はそういうふうに思ってます。でそのスタッフの皆さんの力、そして僕たちを束ね筆頭に立って現場を進めていたのはやはり監督です。監督にもう一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。すごいね、本当にお茶目な監督で、とてもトライの心を忘れないで現場でずっと奮起していた監督です。本当にいい監督でした。本当に本当にね、いろんなことを感じ、そして学ばせてくれたこの進撃の巨人、素晴らしい景色を見せてくれたこの進撃の巨人が皆様の心に、多くの人の心に残り続けてくれることを願っています。本日は本当にありがとうございました。進撃の巨人アタックオンタイタンエンドオブザワールド、本日の舞台挨拶終了します。ありがとうございました。